Peggy 12. その調和と混沌の力は決して混ざり合うことなく、世界は果てしなく続く闘争のための舞台となり、安定と崩壊の狭間を漂い続けていた。混沌の神カオスと戦うため、私たちは調和の神コスモスから力を与えられた。この力は戦いを経ることで私たちの意志に馴染み、やがてクリスタルに形を変えるのだという。カオスの戦士たちと戦い、クリスタルを得て混沌の神カオスへと挑む。私の胸の内にある光は一度も揺らいだことはない。貴様たちに待ち受けるのその身の消滅だ。不可能などない。信念を貫く、それだけだ。敗北を重ねてきたコスモスの戦士に戦いの記憶を持つ者はいない。諦めるもんか。僕はもっと強くなるんだ。もろき存在どもよ、わしが希望を打ち砕く。貴様らに人であることの強さというものを見せてやる。クリスタルはコスモスがみんなに託した力だ。みんなを守ることはコスモスの願いを守ることになる。何が真実かその目で見極める。よし、燃えてきた。気合入れていくぞ。孤独の果てを知らぬ死せよ。愛も友情も失うがいい。私を倒して。破壊の力なんてもう使いたくない。あんまりわがまま言うな。お仕置きしちゃうよ。私たち使い捨ての駒なんかじゃない。一緒に戦ってきた大事な仲間だよ。俺たちの意志を支配などできない。戦いは必ず終わらせる。お前の命を奪うことでさらなる記憶の復活が望めるのかどうか。いいか、もし俺たちが同じ世界で生きてたって別れは絶対に来るんだ。説教を聞く気はないからな。俺の邪魔はしないでくれ。時間の無駄ね。永遠の眠りにつきます。何言ってんだよ。俺たちを騙してたっていうのか。死にたくなかったら戦いなよ。でなければ尻尾を巻いて必死に逃げる姿を見せてくれ。構えろよ、ビビってんじゃねえ。うまく操られやがって。待って待ってください。ユナちゃん、絶対に思い出してくれる。思い出すまで私が君を守るから。イフリート、コッカルファーレス、アバボーク、全てを焼き尽くして。彼方へ送ります。ぶっ潰すの意味を教えて差し上げますわ。お前は安全なところで俺を信じて待ってろ。私はもう負けられん。ジャッジの誇りにかけて。何と言われようと私たちは前に進むだけだ。新たな戦いが始まるのはこれから。真の混沌を知るがいい。あえて見つけ。
ディヒディア・デュオデシム。久しぶりだな、バッツ。ん？